大神島。その名が示す通り、神様が住むと信じられている島です。宮古島の東側約4キロメートルに位置する離島の離島、人口20人以下の小さな島。人里離れた静かな島なので、南国の自然がありのままに残っています。沖縄でも有数のパワースポットが集中する島ですが、地元住民から人口の対象になっている聖域も多く存在するので、観光客がみだりに立ち入ってはいけない場所もあるほどです。そんな神秘的な島を一緒に楽しみましょう。大神島に行く前は宮古島の旅を楽しみました。宮古島に訪れた目的は主にダイビング。宮古島の海の中で撮影した水中映像と、ダイビングの合間に行った陸の観光の様子の動画も投稿していますので、ぜひそちらもご覧ください。4泊5日の宮古島旅行最終日の朝です。ホテルの窓から見える景色が清々しい。今回の宮古島旅行でお世話になったマリンロッジマリアさんとはこれにてお別れです。現在の時刻は7時前といったところです。まだ朝焼けの色味が残る時間です。ただでさえ静かな宮古島の、さらに静かな時間で気分がいいですね。ホテルの朝食の時間は7時からだったので、私たちはその朝食を食べる権利を放棄して朝から出発しています。飛行機の時間が14時15分なので、午前中のうちに大神島を観光しようって計画です。朝ごはんは道中のコンビニでジューシーおむすびをいただきます。コンビニに売っているご当地メニューってつい買っちゃいますよね。島尻漁港に到着しました。ここからフェリーで大神島に行きます。あそこが乗船券売り場か。大神島に渡るフェリーは1日で4往復です。私たちは8時の便で大神島に行き、11時5分の便でまたここに帰ってくる予定です。料金は往復で670円、所要時間は15分くらいです。島に上陸。そんなに海が荒れてる様子もなく、乗っている時間も短いので船酔いは全くありませんでした。着きましたね。入島料環境美化に使います。だってじゃあ入島料払いますか。入島料はい、思ったより年老いてた。あ、すごい。写真で見た印象より年老いている。この子は大神島のアイドル犬ゆりちゃんです。島の中で放し飼いにされていて、フェリーが到着するとお出迎えするのが習慣らしいですよ。なんか由緒正しそうな感じがする岩が祀られています。これが何なのか分かりませんが、なんとなく祈っておきます。最初に向かうのは大神島の山頂、標高74メートルのところにある能見台です。途中集落を通るので、建物の雰囲気とかを見るのも楽しみですね。
廃墟あるな。これいいですね。その今は使われていない廃墟も結構残ってるみたいですね。大神島は昔は200人ぐらい住んでいたそうですが、今では20人にも満たない人口になっているので、そういうことなんでしょうね。生活感のある家と廃墟が点在している景観は、なんだか独特な雰囲気を醸し出しています。井戸があります。歴史を感じる佇まいですね。今は宮古島から水を引いているので、使われていないそうです。さらに進んでいきます。ここから先は道も狭くなっていて、南国っぽい植物が鬱蒼と生い茂っています。東御台入り口、標高74メートル。入ったんだ。すげえ趣のある階段。ようやく頂上に着きました。港から15分くらいで来れましたね。案外近かったです。いやーいい景色。港と対岸には宮古島もよく見えています。港に戻ってきてから、今度は西側の海岸沿いを散歩していきます。みちゃん。めっちゃ怖かった。めっちゃ血吸われてるじゃないですか。ズンと音出してる。これさっき遠くから見えてたビーチだな。あ、これがパマサスってところです。コマサス。パマサス。パマサス。へえ。あいつがなんか有名なやつ、奇岩みたいな。奇岩？うん、こう根元が削られてキノコみたいになってる。ああ、なるほど。ノッチっていう岩ですね。へえ。こっちも本当は海だったんだろうな、うん、でも道をつなげるためにここに岩を置いたんだろうな。道路の端まで来ました。
アスファルトがめくれてボロボロになっていますね。何でも昔はこことここをつなげて島を一周する道路にする計画だったそうですが、神の許しを得ることなく工事を進めたために怒りを買い、事故が多発したため中断してそのままになっているんだとか。真相は定かではありませんが、このボロボロの道路を見ているとなんだかそれっぽい気がしてきますね。港に戻ってきて、今度は東側の海岸沿いを散歩します。小学校、中学校、昔は子供たちでにぎわっていたんでしょうね。今では島で一番若い人で50代らしいので、なんだかこの場所にも哀愁を感じてしまいますね。リッシリッシって15歳でしたっけ、はい、あれお供え物、お供え物のような気がする。あ、なんか祀られてる場所なんですね。何かが祀られてそうな気がするけどよくわからない。いざとなったらテレポートがある。あ、そうなんだ。へえ。神カキス。ここが終点か。雰囲気だ。西側の海岸よりも芝生や景観用の植物なんかの手入れが行き届いていて、全体的に整備されている印象です。もう一度港に戻ってきました。大神島唯一の飲食店であるオプユー食堂です。オプユー食堂で何時からだったっけ？ 10 時からか。10時から営業開始で、島内を散策していたらちょうどいい時間になったので、ここでご飯を食べながらフェリーを待ちます。フェリーはもちろんそのレシピだもん。美味しそう。大神島名物のカキダコの丼です。オプユー食堂から出て港の休憩所です。ここでもゆりちゃんに会いました。また来た時も元気でいてね。もう逃げるのめんどくさくなったんじゃない？帰りのフェリーが来たので乗り込んでいきます。島に来てから3時間にも満たない時間でしたが、すごく濃密でありながらゆっくりした時間を過ごせました。離島の雰囲気好きですね。
飛行機の時間までもうちょっと余裕があるので、もう一箇所だけ行きます。ニニバ到着。池間島のジェラートカフェニヌファーです。テラス席から見えるハートの穴も有名ですね。先に注文して席につけておるかな。おお。宮古島旅行の最後におしゃれなビーチ沿いのカフェでジェラートを食べることができて満足です。レンタカーを返却して宮古空港まで来ました。世間では今日からゴールデンウィークが始まるので空港内は混雑していますね。それと入れ替わるように私たちは帰ります。4泊5日の宮古島旅行もこれで終わりですか。何度来ても名残惜しいですね。でも沖縄分をしっかり摂取することができたので、またしばらく仕事を頑張れそうです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは登山やダイビングをしたり、普段はなかなか行けないところに行ったりした時の様子を投稿していますので、これからも見ていただけると嬉しいです。Thank you.